塗った後なんかすごい発光するの、ツヤ感がめっちゃ出る、肌に深く浸透してピタッと、まあ、止まる感じ。はい、皆さんおはようございます。いやーっていうかもうさ1年がさ経つのが早すぎてさ、なんか今年特に私はすごい早く感じてるんですけど、もうあと1ヶ月ちょいで来年になっちゃうのよね。早い。そしてなんかやっぱ9月とかさ、あの10月ぐらいってさ肌がすごい荒れたなって個人的に思ってたりとかしてて、なんか周りから言われるのは綺麗だねとか言ってもらえることは多いんだけど、自分的にはなんかこう夏を過ぎてこの9、10、11月ぐらいが肌が荒れやすいというか気をつけなきゃいけない時期なんだなって。皆さんどうですか？前にもさその質問コーナーとかさそういう動画をねあの上げたりとかはしてるんだけど、やっぱみんな感想とかさ、なんかいいスキンケア教えてほしいですみたいなさそういうのがあったもんね。感想はねでも本当にやっぱ寒くなるし、特にこの時期はね気になってしまう季節だなって思うんですけど、とにかく乾燥は肌をやっぱ老けさせてしまうんだよね。私は20代後半からまあいろいろやばいなって自分でもまあその時期によって実感することも多くあって、30代今もう半ば過ぎてるからすごい気にするようになってきた、枯れないようにだから、まあ、とにかく、まあ、自分の余裕がある時間をさあのスキンケアにかけたりとか満足いくようにしているっていう感じなんだけど、保湿が大事なんだなってすごい思うね。そこで最近私がねいただいて使っているのがナンバーズインのスキンケアになるんですけど、なんか韓国のスキンケアブランドとかでなんだろう一番大きなさドラッグストア、例えばオリーブヤングとかであのスキンケア部門で1位をね取っていて、日本でも例えば有名なサイトいろいろあるじゃない、まあ、その韓国版っていう感じですね。で日本でもドンキとかロフトとかプラザとかあと各種ドラッグストアとか今もう全国で2000店舗以上に入ってるんですって。だからあの私もお買い物とか行ったらたまにやっぱ見るよね、まあ、どこでも簡単に買えちゃうのがすごい嬉しくて、ちなみに9点でもランキングに入ってるの見たことあるんで皆さんありますか？まずはナンバーズインをここまで有名にさせたベストセラーの3番ウルツヤ発酵トナーで、このトナーは確かあの発酵成分が50種類も入ってるんですよ。で発酵成分は肌本来の力をぐーっと高めてくれる成分で、きめ細やかなツヤ肌に導いてくれるっていうね。でテクスチャーはねこうサラサラ水っぽい感じではないのよ。まず見た目はなんかとろーりした感じのとちょっとあのサラサラした感じのがこう混ざってるような感じなんだけど、こう塗った後はこうベタベタする感じではなくってスーッとこう肌に馴染む感じで重たさはないね。でこのトナーはエッセンスのような栄養がねギューッと濃縮されたようなテクスチャーなんで肌に深く浸透してピタッと、まあ、止まる感じ、うん、で私もこう使ってみて思うんだけどやっぱねツヤはすごい出る、顔色がこうみずみずしくなったからかこう明るくなったような感じ、うん、それがなんだろう、 こうみんなから言われる透明感っていう感じなのかな、そんな風になってる気がします。さらにすべすべキメケアセラム、これね使ってみてるんですけどアンチエイジングにぴったりなんですって。で私もやっぱ37歳じゃない、だから毛穴だってやっぱ気になるしキメとかくすみとか、まあ、それなりにねいろいろと気になってくるわけですよ。でその私の年齢に気になるところをねケアしてくれるのがこちらのアイテムで、まあ、成分はガラクトミセスとビフィズス菌の、発酵成分とかをメインとしてるやつなんですけど、こういう感じね。でこの2つの成分なんだけどこう有名なね
こうデパコスの化粧品のメイン成分と同じ成分が入ってるんですって。こう実際塗ってみるとね、テクスチャーはまあ普通に美容液っていうような感じのとろみがあるんだけど、こう塗った後がね、こう見た目半透明じゃん、何もキラキラしてないじゃんこれ中身なのに、塗った後なんかすごい発光するの、全然違うの。なんかね、わかんないかな、ツヤ感がめっちゃ出る。でスーッと馴染むんで、朝晩とかにどっちにでも使えると思います。私の気になる部分のケアをしてくれるアンチエイジングの万能セラムっていうことになるわけで、でもさ、ほんとみんなさ、アンチエイジングってさまだ早いかもって思ってる方多分絶対いると思うんですけど、今後のねこの自分のお肌とか、気づいた時、気になる時からやっぱ始めた方がいいのかなって思う、今後のお肌のためにね。そして最後に使ってるのがこの4番、高麗人参たっぷり栄養膜クリームって言うんですけど、高麗人参の中でも有効成分が最も高いって言われてる6年もののね、高麗人参のエキスを 39% も入ってる濃厚なクリームで、ハリとか弾力とかそういう肌に導いてくれる、まさにねこうエイジングケアにぴったりなクリームなんだよね。でテクスチャー見てほしいんですけど、ツヤ感も塗った直後から感じるんだけど、バターみたいにこう濃厚な感じというか、ここになんか栄養がたっぷり入ってますみたいな感じがするんだよね。肌の表面にね、なんだろう、薄い膜が張ったみたいで、塗っててもとにかく保湿力がねすごくて、一日中潤う感じはしますね。いや全然ベタつかないんだよね。で匂いもみんなが思 う, こう独特な感じのイメージすると思うんだけど、そういうんじゃなく高級デパ地下の匂いというか、すごい爽やかな匂いがします。はーって感じ。成分はナンバーズインさん独自で配合したマルチユースリアクティベーターと呼ばれる弾力ケア原料で、なんだろう、弾力とか張りのある肌に導くんだ。でナンバーズインさんの機能によって、あの商品がね他にもたくさんあるんですけど、私的にはこの2つでまずキメと毛穴のケアをしてあげた後に、最後にこのクリームでこうしっかりこう蓋をねこうしてあげるっていうね、だそういうラインで使えるのもすごい使いやすいのかなって思いましたね。さあそこでまたね質問が他にもあって、それに答えるとすると、最近ニキビとかニキビ跡がなかなか消えませんとか良くなりません。でちなみにそのニキビとかの時のメイクとかで隠す方法もどんな感じでやってるのかっていう質問があるんだけど、私も今ちょうどニキビができてるんですよ。やっぱりそのなんでその肌が荒れたりとかね、いきなりそうなっちゃったかって、多分1ヶ月ぐらい前の自分の食生活を振り返ってみるの、だらしなくしてたのかとか振り返るとだらしなかったのよ。だからまず食生活を正すようにして、プラス代謝を良くして肌もターンオーバーを促進させてあげることに努める。でもねそれのアイテムを何使ってるかって、皮膚科で処方されるお薬があるんだけど、それを塗ってあげることによってポロッと取れる、そのニキビが。とにかく皮膚科とかにまず行くことが大事だと思うかな。あとはそのニキビのところをどうメイクしていくかなんだけど、テクが必要かもしれない。ただ塗ればいいっていう問題じゃないしね。コンシーラーで黄みが入ってる、黄色みが入ってるやつあるじゃない、それをね薄くちょっとずつ細めの筆で薄く重ねて塗ってあげるのが一番なんかこううまく隠れる気がする。でこう凹凸ができてるとしたら、ここだけに塗るってよりは谷の部分もちょっとコンシーラーで埋めてあげる。そうやってやってみると意外とあのニキビ気にしてる人でもメイクでなんとかなります。眉毛の正解がわかりません、どうしたらいいですかっていう質問に対して、
眉毛はね、私は一回ね眉毛アートに行って綺麗にしてもらったんだけど、でももうさ結構さ2年ぐらい経つからさもう消えちゃってて、カミソリとか毛抜きとかで整える程度で他何もやってないんだよね今。でメイクする時の眉毛とかもあんまりこう眉頭をそんなに埋めない、眉毛めっちゃガーン描いてますみたいな風にはしないかな。だから眉ペンとかも基本はパウダーをやった後にあのちょっと足りないところを眉ペンでこう埋めてあげるような感覚でやってるかな。でもねおすすめだよ本当眉アート、超絶楽になるし、メイクとかする際もちょっとふわってのせる程度で終わるんですよ。だから自分の眉毛の正解が分かんないって人は一回眉アートを体験してみて、その後のメイクとかも楽にしてみると意外とあっさり眉毛の悩みなくなるかもしれない。足裏のケア、この間でも足つぼやったよね、そういえばめっちゃ痛かったんだけどけど足の裏をきれいにすると気持ちがいいからね。毎日お風呂に入るときに体洗うでしょ、足の裏をこうボディーソープで洗うだけじゃなくってめっちゃこうやって親指とかでこうやってちょっとこすってみて、そうすると意外と角質なのか溜まってるなって思うの、取れるから。それを毎日やるとマジで綺麗になるよ。だからちゃんとお風呂入るたんびに足裏のあの角質ケアを指でもできるからやった方がいいと思います。はい、というわけで質問もね他にもあるんですけど、今回はこの辺で終わりというわけで失礼させていただきます。尽きない悩みいっぱいあるよね、私もあるんで。来年になったらなったでさ、正月食べ過ぎました、肌が荒れましたって人とかもね絶対出てくると思うので、皆さん気をつけてくださいね。というわけでまた、バイバイ。